米田と申します。よろしくお願いします。もう私も慣れないんで座って発表させていただきます。よろしく。まず私の住んでいるところは小高駅から約 1.2 キロ西の町外れです。近くには小高小学校などがあります。我が家の西側と北側の家が最近解体されて北風がピューピュー吹きつける家になりました。小高に帰ってから私は素晴らしい仲間たちと週3回ラージボール卓球をしています。ラージボールは普通のボールよりも少し大きくなっていて、スピードも遅く高齢者に最適なニュースポーツです。小高ラージボール卓球クラブの方々が震災後に南相馬に帰ってきた人たちと連絡が取れるようになって、原町区で数名の仲間と練習を再開していたところに私も仲間に入れていただきました。当時はいつ帰れるか分からず不安な日々でしたが、卓球のボールにストレスをぶつけ発散し、爽快な汗をかいてお互いに悩みなどを話し合っていました。そんな中、2015年7月から小高体育センターの利用が可能になったので、小高区の復興と帰還した人たちの交流の場になればと練習の拠点を小高に移したところ、会員が少しずつ増え、避難指示が解除されてからはまたまた増えて、現在は約50名になりました。会員の年齢は85歳から55歳までで、平均年齢は70歳です。大きな声を出して、時には真剣に、時には大声で、時にはボールにストレスをぶつけて、2時間みっちりと練習をして、爽やかな汗をかいています。そのためか、会員一同大きな病気もなく、みんな健康です。南相馬市の医療費の負担軽減に貢献していると、みんなで自慢しています。新潟と群馬に避難していた人が、地元の卓球クラブの方と卓球が縁で絆が生まれました。それが縁で2015年7月には新潟の方が小高に来て卓球の交流会を行い、2016年には群馬に我々25名がわざわざ1泊2日で出かけて卓球の交流会を行い、夜は膝を曲げて酒を飲み、互いに親睦を深め、歌に踊りに楽しいひとときを過ごしました。卓球を通して地域に貢献できないかと考えて、2016年6月には南相馬市の復興と東日本大震災の犠牲者の慰霊にと24時間マラソン卓球を行いました。時間は朝10時から翌日の朝10時まで24時間です。参加者はクラブ会員以外の方にも自由に参加していただき、卓球のレッドを通常より高くしてゲームをしたり、通常のボールより2倍も大きいボールを使ってゲームをしたり、その他いろいろな企画をして24時間を楽しく過ごしました。夜中には参加者が少なくなるかと思いましたが、それでも20数名が朝まで頑張っていました。この時の参加人数は約170名でした。南相馬市ではロボット産業を復興のシンボルとして市を挙げて取り組んでいます。私たちも少しは役に立ちたいと、昨年の24時間卓球には南相馬市と小高産業技術高校の生徒さんの応援を得て、ドローンを使って始球式を行いました。ボールをドローンで運んで卓球台の上に落とし、ボールを打ち込む、見事に大成功でした。昨年の24時間卓球も200名近い人が来ていただき大成功でした。60の手習いではないのですが、卓球を初めてやる方がほとんどなので、卓球の技術の向上よりも健康で会員相互の絆を深め、
お互いに助け合い、仲良く楽しく人生を生き抜くこととしています。でも最近は地元の試合にも積極的に参加して出ていきます。週3回の卓球の練習のほかに、1月の新年会から始まり、春は花火にバーベキュー、夏は農業会にバーベキュー、秋は芋煮会、冬は忘年会、そのほか一泊旅行など、いろんなイベントをして絆を深めています。宴会は歌あり、踊りあり、手品あり、毎回もう腹を抱えて笑っています。人生経験の長い人ばかりの集まりなので、何をやるにも良いアドバイスやアイデアが出て、いつも楽しく生き生きとしています。卓球以外でも会員同士がお互いの家に行ってお茶飲みなどをしているようです。卓球の練習は休みでも、イベントには絶対参加して、大いに笑い、大いに楽しむことが合言葉になっています。これは会長の高橋茂さんと監督の松本盛雄さんの考えで、小高卓球クラブの基本方針になっています。仲間がいて何か生きがいがある町であれば、生活が多少困難でも互いに助け合って生きていけるのではないでしょうか。若い人や子供が少ない町になっていますが、逆転の発想で高齢者に合ったスポーツ施設や環境を整えれば、高齢者の町としてよその町から次の住みかを求めて人が移り住むこともあるのではないでしょうか。最後に、すいません、最後にこの T シャツは一番昨年、去年おととしの24時間卓球の時に、監督の松本盛雄さんの発案で作成し、みんなで来ました。そのT シャツの最後の裏に書いてある言葉は、村上で釣りをしたい、河原田でしじみを採りたい、金谷の山で山菜を採りたい、そして食べたい、これが我が卓球クラブの思いです。ふるさとに対する思いです。以上です。ありがとうございます。